グディニャ、グディニャ、ゴデニア、カシューブ語、グディーニオ、ドイツ語、グディンゲン、グディングン、1939年から1945年までは、コーテンハーフェン、ゴトンホフンと呼ばれたは、ポーランドのポモージュ県に属る都市、古くから記録に登場する漁村であったが、新たに港湾が建設され、大都市となったのは、ポーランド独立後の1920年代以降の、 ことである。バルト海のグダニスク湾に面しており、ポーランドの主要な港湾の一つである。伝統的にカシューブ人が多い地域に属している。グディニアは、南に隣接するスパの町そポと、その南にある古い港湾都市、グダニスク、及び郊外の町などを合わせて、三連都市、トロヨミアストという人口100万人以上の規模の大都市圏を形成している。 グディニアの名が最初に記録に現れるのは1253年のことで、ボメレリア人、カシューブ人の漁村としてである。現在は、グディニアの一部となっている、オクシビエ、アキシウーィー、オクシビエ文化の発見された遺跡があるは、オクスホフトという名前で1209年の記録に現れている。この地は、バルト海のグダニスクワに一帯で最初に、キリスト教の教会が建った場所でもある。 1380年には、グディニアの村を所有していた領主が、死闘会へと寄贈し、1382年から1772年までの、アイラグディニアは、オリバ、オリウィにあった、この地方最大の死闘会修道院に属していた。この地は、ポメレリア、ポメラニア東部と同様の歴史をたどっている。古代には、オクシュビエ文化があり、ゴート族や後には、 スラブ人が住みプルーセン人の影響もあったが、990年頃から1308年までは、ポーランドの一部に、1309年にはドイツ騎士団に征服されその領地に、1466年から1772年までは、ポーランド王領プロシアの一部となっていた。1772年の第一次ポーランド分割で、プロイセン王国に並行され、その後長らく、 プロイセン王国及びドイツ帝国の一部であった。ドイツ帝国が成立した1870年には、グディンゲン、グディニャには1200人ほどの住民がおりカシューブ人も多く、歴代町長,長の中にもカシューブ人がいた。この時期のグディンゲン、グディニャは、後に言われるような単なる貧しい漁村ではなく、ゲストハウスやレストランやカフェがある観光地で、 小さな商船用の桟橋もあった。1919年のベルサイユ条約で西プロイセン地方に属するグディンゲン、グディニアは新たに誕生したポーランド共和国の一部となった。同時にビスワ川の河口に近い港湾都市ダンツヒ、後のグダニスクはポーランド領でもドイツ領でもない国際連盟の下にある自由都市ダンツヒとなった。ダンツヒ港に海運、 物流を依存していたポーランドは自由とダンツヒの経済や外交に一定の権利を持っていた。ポーランドソビエト戦争の最中の1920年、ポーランド政府はグディニアの村に大きな港湾を建設することを決定した。ドイツ人の多いダンツヒ自由氏はポーランドと対立しており、ダンツヒの政府や港湾労働者はポーランド政府が戦争遂行のために ダンツに対する経済的権利を不正使用していると感じていた。公安労働者のストライキに直面したポーランド政府は政治的にも経済的にも完全にポーランドの管理下にある公安の必要性を痛感した。グディニア進行の建設は1921年に始まったが財政難のために工事の進捗は遅れた。 これに対して1922年9月23日には、ポーランド下院セ政務がグディニア港建設法案を通過させた。1923年には、長さ550メートルの埠頭、長さ175メートルの防波堤が出来上がった。1923年4月23日には、グディニアの臨時の軍港及び漁船の避難港としての完成を記念する式典が、挙行された。 最初の大きな外洋船がグディニャに入港したのは1923年8月13日である。グディニャ港の建設を加速させるため、1924年11月にポーランド政府はフランス政府とグディニャ港建設に関わる共同事業体設立に調印した。この事業で1925年末までに推進7メートルの避難港、南埠頭、北埠頭の一部、 鉄道などが完成し、船にの積み替え用施設も発注された。工事の進捗は思わしくなかったが、一方で、ポーランドからの海上輸出の急増、経済の拡大、ドイツ・ポーランド間の経済対立の影響による、物流の海上輸送へのシフトなどで、グリニア港に対する用は急増していた。ポーランドの産業貿易省であり、キエルツェ、ルブリン・クラクフなどの地域に、中央工業地域、 セントロルニー・オークレイグ・プルチェミスロエを建設する計画にも当たっていた政治、経済学者のエウゲニ,ニューシクフィアトコフスキー、エワゲニュシクフィアトコフスキーの個人的後押しもあって、1926年5月からは建設が加速された。1930年の末には、ドック、埠頭、防波堤などの港湾施設のほか、倉庫、穀物加工工場などの物流施設、 加工施設が完成しており、さらに冷蔵倉庫などが建設中であった。グディニアでは内陸水路用の船舶から外洋船への積み替えなどが行われた。1924年に1万トンだった積み替え輸送は1929年には292万3000トンへ急増した。当時、グディニアは石炭輸出に特化した積み替え工として唯一の存在だった。 1931年から1939年には、グディニャは、あらゆる貨物を扱う、最新鋭の港湾となるべくさらに拡張された。1938年段階で、グディニャは、バルト海沿岸で最大かつ、最新の港湾であり、ヨーロッパ全体で10位の大きさを誇る港湾だった。積み替えは870万トンに増加し、ポーランドの輸出の46%を扱った。 1938年には、グディニア造船所が最初の外洋船であるオルザ・号の建造を開始した。ポーランドは自前の港湾、グディニアを持ったことにより、ン地費への依存を少なくすることに成功したが、一方で自由都市団地費の経済は沈退していった。グディニア市街地の建設も進められた。1925年には、都市建設のための特別委員会が発足し、 1926年には市街地拡大計画が策定され、グディニャは市の地位を与えられ、1927年にはグディニャへの投資に対する税の優遇が認められた。1928年以降グディニャ市は年々拡大し、1939年には人口は12万人を超えた。1939年9月、ポーランド侵攻により、グディニア市とグディニア港は、 ドイツ軍に占領され、従来のドイツ語名のグディンゲンに変えて、ゴート期建設にのっとり古代のこの地に住んでいた、ゲルマン民族、ゴート族にちなんでゴーテンハーフェンと改名された。ポーランド政府による公安都市建設で、この地域にはポーランド人、市民5万人ほどが移り住んでいたが、彼らはポーランド総督府へと追放された。ゴーテンハーフェン港はドイツの海軍基地になり、 1940年には、造船所が拡大され、キール造船所、ドイチェワーカ・キール AG の支部となった。海戦の起こっている海域からは、比較的離れているため、戦艦や従順洋艦などの大きな艦船は、ゴーテンハーフェンに停泊した。戦時中、ゴーテンハーフェンは、ナチスの強制収容所があり、ダンツヒ近郊のシュトットホフ強制収容所の支所となっていた。 1943年からは連合軍による空襲が港や造船所に対して行われたが被害は比較的少なかった。しかし1944年後半以後、東西プロイセン地方はソビエト赤軍の猛攻にさらされ、1944年から1945年にかけての冬季にはドイツ人及び軍人の赤軍からの海上避難作戦が行われた。 多くの船が東部戦線からの避難民をドイツ西部へと運送するためにゴーテンハーフェンを出たが、いくつかの船はソ連の潜水艦により撃沈されている。例えば1945年1月30日朝にゴーテンハーフェンを出港したビルヘルムグストロフ号は、同日夜にバルト海で撃沈され、9400人に及ぶ犠牲者を出した。1945年3月、 ついに、ドイツ軍は、港湾と市街地を破壊して撤退した。建物や、施設の90%は破壊され、修理と乾燥のためゴーテンハーフェンに開港されたまま、放置されていた、巡洋戦艦グナイゼナウは、港の入り口を閉塞するために自沈させられた。1945年3月28日、クディニャは、赤軍により制圧され、戦後は、 ポーランドのグダニスク県に属する港湾都市となった。1970年12月のポーランド藩政府運動グラゼイン1970ではグディニャ造船所は労働者によるデモの舞台となったが警察による射撃を受けて多数の死傷者を出した。ミエチスワフ・ホレーバ、ミチスロー・ハレバのパインスのジャンク・ゼット・グダイニーという曲はこの事件で殺されたヤネクビシニエフスキ。 ヤニック・ウィズニュースキーという若者、グディニアでのデモ鎮圧の際に撮影された若者の遺体がトイタに乗せられて、警察や軍隊の中を運ばれてゆく写真にインスパイアされた架空の人物を歌ったもので、共産党体制下でも人気を博し、民主化後はグディニアの通りの一つに、ヤネク・ビシニエフスキーの名が、別の通りには写真に撮られた、実際の犠牲者であるズビグニエフ・ゴドレフスキー。 ズビグネフ・ゴデレフスキーの名が付けられ、いくつかの大企業の本社がある。グディニア港は、ポーランド有数の港湾で、2003年のコンテナ取り扱い数は 308,619TU、2007年は 614,373TU であった。グディニアには、グディニア海洋大学、グディニア海軍大学、グダニスク大学、一部の学部という3つの、 公立大学と5つの私立大学がある。グディニアを本拠地とするサッカークラブはアルカグディニアとボルティック・ゴディニアがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。